お、お、すごいすごい。え、お、おー、おー、はい、こんにちは、マーチャンネルマハラです。はい、今日はですね、夏休み特別企画ということで、オリジナルのベイブレードを作っちゃおうっていうね、これ何回かに分けて連載しようと思ってるんですけれども、はい、まず今回はこちら、ドゥン、ブラッディ・ロンギヌス。そう、ブラッディ・ロンギヌスのクリアバージョン、うん、これを作ってみたいなと思いますね、はい。どうやって作るかっていうと、うん、このお湯丸ね、うん、プラスチック粘土ってやつなんだけど、これを柔らかくして、うん、これでブラッディ・ロンギヌスの型を取ります。はい、で型が取り終わったら、この UV レジン液、うん、これを流し込みますね、はい。で今回使うのはこのクリアってやつですね、うん、だから透明にしたいからね、はい。それでこの UV ランプで硬化させるって感じかな、はい。だからちょっとこのブラッディ・ロンギヌスかなり複雑な形状してるから、うん、全部を覆うことはできないんだけど、うん、お湯丸でこっちの前面の型と裏面のこのロックの型を作って、うん、それをまたレジンで接着して固めるっていう感じかな、うん、うん。で実際に回せるかどうか、もしかしたら今日失敗するかもしれないけどね、うん、初めてなんでね、うん。じゃあ早速やっていきましょう。じゃあまずはお湯丸を、4セットだから8本かな、うん、の熱湯に入れていきましょう。こんな感じですね、うん。これかなり熱いからね、お湯用意するときは気をつけてください、うん。3分経ちましたので、うん、一旦これをペーパータオルの上に置きますね、うん。せーの、はい。ちょっと待って、じゃあこれパパがやるよ。なんかいきなり罰ゲーム。あ、でも大丈夫。おお、あー、熱い熱い。ちゃんと水気拭き取りましょう。いや、水気取っても熱いんじゃないかな。いや、熱いと思う。おお、でもほら、すごいすごい。こうやってこねて、やってみる。お、熱い。熱いね。ちょっと待って、これほんと罰ゲームみたいな。こねて、熱いけど、じゃあここにブラッディーを、うん、ブラッディー入れてみて。はい、ギュッと、ギュッ、もっとだね、ギュッと、パパ頑張れ、ギュッと。で、これちょっとこうやってやりましょう。お、周りもちゃんとね。そうそうそう。おお、こんな感じになりましたね、うん。はい、お湯丸を全体で覆ってます。で、これ取り外すときちょっと注意しないとね、うん、いけないですけども、あとここが余ってるんで、もう2つのお湯丸使って、このロック部分もこれ型取っちゃうか、うん。はい、そんなわけで冷蔵庫でお湯丸冷やしてきて固まりました、うん。カチカチで、ほんとだ、うん。で、このロックの部分も別個お湯丸つけて固めてありますね、うん。じゃあ剥がしていこうか、うん。まずはこの上の部分ね。そうだね、これ引っこ抜けるかな。いいよ。あら、結構固まってる。よいしょ、取れない、うん。パパ取ってみようか、うん。取れた。おお、ロック部分こんな感じだね。ちゃんとね、うん、ギザギザまで型取れてるよ。おー、やったね。じゃあこれにレジン流していく感じかな。うん、固い。ロンギヌスを壊さないように。よし、はい、型こんな風に取れました、うん。シールも一緒に取れちゃった。やっぱね、シールが付いてないやつでやんなきゃいけなかったかな、うん。でここにレジン液を流していきましょう、うん。でレジン液はこれだけ買ってきました、うん。これがクリアで、クリアレッド、クリアブルー、クリアマリンブルー、クリアグリーン、ホワイト、ブラックだね、うん。で今回はこのクリアを使いたかったんだけど、うん、今実際入れてみたんだけど足りなかったので、うん、この辺全部クリア系全部使いました、はい。でこれは全部ねセリアで100円でしたね、うん。でレジン液こんな感じでね、なみなみタプタプ入れました、うん。でこっち側にちょっとね溢れちゃったね、うん。そしたらランプ当てるよ、せーの、ほい、はい、こんな感じ、うん。これでしばらく固めましょう、はい。はい、ということで結構10分ぐらいかな、うん、やってたんで、もう止めて取り出したいなと思いますね。はい、こんな感じですね、うん。ちょっとこっちダメかな、薄すぎだね。そうだね、うん。まあ、とりあえず剥がしていこうか、うん。お、お、すごいすごい、え、お、おお、あー、ダメだ、あー、あー、こっち割れちゃった。はい、こちらがレジンで作ったブラッディ・ロンギヌス。そうだね、うん。で、奇跡的なことにね、うん、あのシールがこっちについた。これ、すごい良かったね、うん。こんな、こうお湯丸にさ、持ってかれちゃったけどさ、こっちにまたついたよ。すごいね。これは良かった、うん。はい、こちらがレジン・ロンギヌスなんだけど、うん、これいい感じにグラデーションしてるよね。そうだね。この赤、透明、青になってね、うん、いいじゃん。すごい。で、割とこの型が良かったのか、
周りもできてる。そう、ロンギヌスっぽいデザインでちゃんと出来上がってるし、凹凸もあるしね。おー、これよくできたよね、うん、よくできた方だと思います。なんだけど1点気づいちゃった。え、穴ないから差し込めねえよこれ。うわこっちが仮にちゃんとできてたとしても、うん、あのディスクがここにはまらないでしょ。ああのもうちょっと改良しましょうか、うん、穴ちょっと開けて、うん、でこちら裏側今回失敗しちゃったけど、うん、もう一回裏側の肩を取って、うん、これでもう一個作ってみようよ。でここくっつけて、うん、やってみましょう、うん、まあ、今回はまずはこの表面ができただけでよしとしようか、うん、すごいね、うん、この企画は夏休み中ずっとやっていきたいと思ってますんで、うん、まず第1回目はレイヤーの表で、うん、ということで OK にしましょう、うん、でもよくできたね。よくできた。はい、ということで今回はオリマルトレジンでブラディロンギヌスを作ってみたでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、うん、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、それと今回のおすすめ動画いつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください、うん、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。